早く帰らないと一雨来そうだ。だかい？あ、ああ、どこも怪我はないようじゃの。よかったの。はい、ありがとうございます。で、お前、名前は？ここはどこなんですか？え、ここはもんじゃ村じゃよ。お前の名前は？もんじゃ村なんて聞いたことないな。何県にあるんですか？ああ、な、何県って？いや、僕龍神池の近くを歩いてたら、突然すごい光が周り中に広がって。いや、だからお前の。いや、もうびっくりしたの、なんのって。それでね、危機に陥った時、それを救う者が空から降りてくる。その名を渡るといい、竜の神と共に悪を倒す。ホムラベ渡るよ。お前はこの世界の救世主なのじゃよ。救世主？そうじゃ、救世主。誰が？お前が。何の？この世界の。はあ、あ、そう。で、悪い奴はどこ？伝説の剣は？竜の神って何？あ、いや、ゲームの世界に入り込んじゃったと思えば何も悩むことないな。ちょっと気楽な気持ちでやってみた方が面白そうだもんね。元気な救世主様がいらしたのね。誰？お初にお目にかかります、救世主様。私、忍び部一族の一人、忍び部朔也と申します。以後お見知りおきを。僕、ホムラベ渡る、よろしくね。わしの時は全然話を聞いていなかったのに、厳禁な救世主様だな。それはおばあ様が妖怪のような風貌をなさっていらっしゃるからではございませんか。誰が妖怪じゃ。誰が。さあ、救世主様、妖怪は放っておいて、私たちは宝物庫へ参りましょう。伝説の剣とか伝説の鎧とかがあるんだね。ええ、宝物庫に着くまでにこの辺りのことや悪問題についてお話しさせていただきますわ。悪問題？悪問題というのは、
丈夫かの。わあ、ぴったりだ。おまけに軽くて動きやすいし。お似合いでございますわ。じゃあ、これで爽快山の頂上にいるワルモンダーを倒せばいいんだね。ええ、ここに来るまでにお話しした通り、爽快山の頂上に救う悪の化身ワルモンダーを倒して、以前の美しい世界を取り戻すことが救世主たるワタル様のご使命でございますわ。おお、どうやらぴったりだったようじゃな。でな、早速じゃが、お前のやらねばならないことは。おばあさま、ワタル様には私からご説明させていただきました。あ、そう。あんまり何でもやられるとつまらんの。あ、そうですわ。おばあさま、アラゴトおじさまをワタル様にご紹介しなくてもよろしいのですか。あ、そうじゃったそうじゃった。おーい、入ってこい。ふん、旅は道連れ世は情け。思い立ったが吉日よ。坊や、この剣部一族の王さ、剣部荒事がお前の旅のサポートをしてやるぜ。お主は王さじゃなくて、もっと王さじゃろ。渡る、お前を一人で爽快山へ行かすわけにもいかんから、昨夜を使わそうと思ったんじゃが、子供二人だけの旅では心もとなすぎる。そこでこやつを保護者兼ボディーガードとして旅に加えることにしたのじゃ。というわけだ。よろしくな、坊や。うん、こっちこそよろしくね。アラゴトのおじさん。おじいさん、よろしくお願いいたしますわ。おじさま、うんうん、お嬢まで。渡る様、爽快山の村々を回る時のルールをお教えいたしますわ。村の中を歩き回ってみましょう。承知いたしました、おばば様。
Thank you.
は頼んだぞ。救世主渡るよ。うん、任せといてよ。まずは虹の到着地点に近い村を目指すがよ。そこからお主の旅は始まるじゃろ。わかったよ。それじゃ行ってきます。腹ごとよ。くれぐれも二人を頼んだぞ。お任せください。この荒ごと、お嬢のことはこの身に変えてもお守りいたしましょう。悪もんだなどという不正の輩もこの荒ごとが、悪も打尽にして差し上げます。なんでやねん。じゃあ行ってきます。お弁当になりたい。ふう、お腹がすいたな。だらしないな、坊や。そういうおじさまだってかなりお腹がすいているようですわ。そういうお嬢だって。いや、しゃべると腹が減る。どこかに食べ物でも落ちてないかな。は？あれは村ではないか。本当だ、行こう行こう。うわー、村だ村だ。まるで九死に一生を得たような気分だぜ。よかったですわね、渡る様、おじさま。あれ、どうかなさいましたか。いや、別にね、どうもしないんだけど、なんかこう、コンビニばっかりみたいな気がするんだよな。いやいや、説には全然おかしいところなどわからんな。それはお主が坊やだからではないのか。僕、坊やじゃないやい。そんなこと言ったら、荒事だっておじさんじゃないか。なに。まあまあ、坊やは坊や、おじさんはおじさんということでよろしいじゃないですか。さあ参りましょう、お二人とも。
そこで配っているようだ。本当だ。よし、行こう。ありがとうございました。つかぬことをお聞きしますが。はい、何でしょう。なぜこのお弁当は無料なのでしょう。見たところ手作りのようですが、非常に手間やお金がかかると思うのですが。いや、私の作ったお弁当をみんなに食べてもらいたいだけなんです。だから別に手間やお金とかそういう苦労は気にならないんです。例えて言うなら、ケーキは作る時も食べる時も楽しいようなものです。ほう、今時にしては立派な心がけだ。感心感心。そうですか。ありがとうございました。お弁当もいただきましたし、さあ参りましょう。いや、よかったよかった。腹が減っては牛も歩かぬということわざもあることだし、早速食べるとしよう。そうそう、腹が減ってはそんなんだったっけ。あー、食った食った。人間腹が膨れると眠くなってくるでござるよ。おじさん、ちょっと、荒ごとのおじさん。寝ちゃったよ。おじさまは全く牛や豚のようですわね。昨夜ってすごいこと言うね。ねえ、どうしようか。そうですわね。荒ごとおじさまは一度寝てしまうとなかなか目が覚めないですから。置いてっちゃおうか。そうですわね。Thank you.
私、なんだか頭がフラフラしますわ。大丈夫？昨夜どこかで休んだ方がいいんじゃない？では、村の入り口に宿屋がありましたわ。じゃあ、そこに行こう。じゃあ、僕、薬を探してくるよ。お願いしますわ、渡り様。要望や、お主も来たか。はは、あらごとのおじさん。弁当を食べて気持ちよく寝ていたら、いつの間にかこんなところに収まっちまった。これぞ、油断大敵、雨あられってやつだな。はっ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 は。一体全体、これはどういうことなの？これはすべて、お弁当娘の仕組んだことですわ。昨夜まで私たちが公園でいただいたお弁当には、人間をお弁当の具にする悪い魔法がかけてあったんですわ。悪い魔法なんて人聞きが悪い。私は皆さんが美味しいお弁当になるためのおまじないをしたまでです。そうですね、甘いスイカにしょっぱいお塩をかけるともっと甘くなるようなものでしょうか。あ、君はさっきのうふふふふ。こうなると救世主渡るも肩なしですね。え、僕は知ってるの？救世主渡ると言ったら、あたしやワルモンダー様の行く手を阻む伝説の勇者。それが爽快山に現れたということは、梅干しとうなぎの食べ合わせが悪いと同じくらい誰でも知っていることです。え、そうなの？うーん、でも
こんなことしちゃいけないよ。君が僕のファンだってことはよくわかったけど、僕をお弁当にして食べちゃいたいとか、そのために罪もない人々を巻き込むとか、そういうのはいけないことだよ。は？救世主様はちょっと思い込みが激しいのです。許してあげてくださいね。はあ。なぜだ。何がよ。なぜ私のファンにならずにあんな坊やのファンになるのだ。は？あらごとおじさまはちょっと察しが悪いのです。許してあげてくださいね。はあ。僕、坊やじゃないやい。坊やを坊やと言って何が悪いのだ。そんなこと言ったら、あらごとだっておじさんじゃないか。にゃ、にゃに。まあまあ、坊やは坊や。だあたしを無視して喧嘩してるんじゃない。こうなったら、レンジでチンマシンでお前たちをほかほかのお弁当にしちゃうわよ。それは困るよ。そうですわ。電子レンジは人間に有害な電波が出ていて、とっても危険なんですのよ。そうだそうだ。そうなの？そうですわ。渡る様、おじ様、反撃しましょう。お、お。あ、しまった。ここは一旦逃げないと。バトルスタート。